ワンピースやばいぞ、やばい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 、ジャンプ24号、イエーイ。はい、どうもこんにちは、ワンピース大好きカイです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。ぜひともね、この動画高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ワンピース来ました、というかジャンプがね来ました。ゴールデンウィーク前からね合併号を挟んでね、2週間でいいんですかね、合併号なんでね、時間が経ったわけなんですけども、ついにやってきました24号ということでですね、今回はね、まずこれいつもより明るくないですか、皆さんどうですか。もうね、照明がね、ちょうどなんか使ってた、一応照明使ってたんですよ僕ね。その照明がね、もうチャチーやつなのかな、ちょっと正直わかんないんだけども、チャチーやつを使ってて、それね断線しちゃったのかな、なんかつかなくなっちゃったんですよね、そのUSB でついてたやつなんだけど。ということで今回ね、新しいの買ってみましたということで、でも意外にね、ちょうどなんか安くねやってたっていうのがあって、まあ、あんまお金はわかんなかったんですよね。はい、ということで、もう今つけて、初めてつけてみましたし、初めて撮影してるんですけどもね、僕からしたらもうめちゃめちゃ画面が明るいですね。僕今画面見ながらやってるんですけど、明るいですね、めちゃめちゃね。これでちょっとはね、美少女 TikToker にね近づいたんじゃないかなと思います。近づいていきたいとですねはい、ということでですね、今回まあちょっと中身、ワンピースの中身行く前に僕ちょっと絶対話したいことがあって、これ多分ヒロアカ会とかでも話すんですけども、今回さ、ジャンプ自体がヤバくないですか。読んだ方はね分かると思うんですけど、まあ、僕ね正直その全部は見てなくて、今見てるのはワンピース、ヒロアカ、呪術だけなんですよ。あ、ルリドラゴンね、ルリドラゴンなんて多分ジャンプラスだけしか見れないんだと思うんだけどね。そのルリドラゴンもまだ隔週なのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、ジャンプラスでさ毎回見てるとさ、おお、なんだまだあんのかまだあんのかって思ってたけど、これ多分ジャンプラスだけなんだろうね。まあ、ルリドラゴン界なんていうのもねやりたいなってずっと思ってるんですけど、もうとにかくさ、まあ、ルリドラゴンはそんな別にやばいっていう感じの漫画じゃないんでね、展開がすごいあるって感じの漫画じゃないのであれなんですけど、もうさ、ワンピース、呪術、ヒロアカ全部やばくない？もうさ、持ってきてる感えぐくないですか？このゴールデンウィーク明けのこのちょっと僕らがさ、悶々とした日々をさ、過ごしたさ、2週間のうちにですよ。持ってきたよね。おぉ。ワンピースが最初にあったから、ワンピース見て、次にヒロアカかな？見て、呪術見て。で、ワンピースでめちゃめちゃ興奮も、胸が高鳴るわけよね。うん。で、ヒロアカ見て、うーってちょっとこう、切なくなったりとか、ね、して、呪術見て、うーっていうのと、こう、うわーっていうね、盛り上がりと、もうさ、すごかったわ。いやー、ということでね、もうここの興奮だけでもね、一本取れちゃうぐらい興奮したんですけども、今回は、なかなかないっすよ。こんな持ってくるというか、年始とかだったらまだわかるけどね、こんな、どうでもない時にね、言ったらね、ゴールデンウィーク明けってね。いやー、やばかったっすね。はい、ということでね、まぁ、早速中身にやっていきたいわけなんですけども、まぁ、前々回ぐらいですかね、からベガパンクの話、世界に対しての発信が始まりまして、まぁ、最後ですよね、前回。前回もやばかったんだよな。何気に2週間経ってるから、ちょっとこう忘れがちになってたけども、前回がこの世界は海に沈むって言われたんだよね。いや、ここがまあ、だから僕らからするとちょっと漠然としすぎてる。まあ、今回の原作の中のね人たちの反応も結構そうだったけど、あまりにも唐突で漠然としすぎてるから、ちょっとこうイメージが湧かないっていうのは結構でかかったなと思いましたね。で、僕は結構都市伝説好きなんで、割とそういう話ってやっぱあるんですよね。海がこう海面上昇もそうですけど、みんなあんま知らない人でも分かりやすいかなっていうので言うと、例えばそのアトランティスみたいなさ、幻の王国みたいなのがさ、海に沈んでるんじゃないかみたいなとかね、まあ、なんかそういうのもあって、こう過去をかつてはもっと低かったんじゃないかとかね、なんかいろいろあったりするし、今はもうどんどん海に沈んでいくっていうようなのもねずっと言われてるんですけど、これがワンピース世界にも落とし込まれたっていうところでね、でいろんなところですよね、それこそテキーラウルフとか、まあ、それ、まあ、ウォーターセブンとかもちろんそうだけどね。それで面白いのがあったのはツイッターかなんかかな、見ててアラバスタ のアルバーナ、首都アルバーナですよね。で、こう小高い丘の上にあるんですよね。これってかつて海だったんじゃねえのみたいな話とかもあって、いや、めっちゃおもろいやんっていうね。もういろんな人がさ、今いろんなね、X とかでさ、コメントをするから、一概にこうね、僕はワンピース系の YouTuber さんとか見てますけど、だけじゃないコメント、その人だからこそ気づいたコメントっていうのもめちゃめちゃあって、もうワンピース界隈が湧きに湧きまくってるって感じなんだけど、まあ、ということでね、今回の本編なんですけども、第1114話、イカロスの翼ということで、ちょっとまずタイトルの前にね、短期集中表紙連載の方ね、
取り上げたいと思いますけども、鬼の子山との恋なり第3っていうね、今やってますけども、ボリューム4、死んだ安家に代わり白米の閻魔堂へ刀を納めてきてくれ、つまり第3をっていう風にね、それがついてます。まあ金右衛門から大和が依頼されてるっていうことになるんだけど、第3っていうのがね、まあ、読んで字のごとく僕も一応調べてみましたけども、まあ、代わりにあのお参りしに行くっていうことですね、神仏に対してね。でこの閻魔堂っていうのが、まあ、例えばその日和とかがこうゾロと一緒にこう寝たりとかね、あの寝たりって言ってちょっと表現が良くないですけども、してたところだったりとか、男ちゃんとかね、であと伝次郎がこう怒りでこう白髪になってしまった時ですよね。そういうのがまあ全部閻魔堂で描かれてたということですね。そこに今安家様が祀られているかな、あ違う、安家様の代わりに行くから、まあ安家様がよくここにお参りをしてたってことになるのかな。で安家様自身も死んだから、この刀をまあそこに納めようっていうような感じになるんでしょうね。まあここで何か起こるんでしょうね、きっとね。で今回のタイトル、イカロスの翼っていう方に戻っていきますけども、でイカロスの翼っていうのも、まあギリシャ神話というかね、古代のお話になるわけですね。でまあいろんなあのネットのあれがあると思うんだけども、僕が見たやつだとね、イカロスとはギリシャ神話における翼を携えて空を飛んだが、満身によって墜落して命を落としたというエピソードで知られる伝説的人物の名前であると。まあ、希望、勇気、飛翔っていうようなポジティブな意味もありますし、無謀さだったりとか、おごりが破滅を招くっていうような戒めの意味もありますよということらしいんですね。別のサイトというかね、の方には、人間が生み出した技術への過信を戒める言葉、まあ、つまり空を飛んだっていうところでの技術の発展っていうのを戒める言葉として、まあ、作られてる。でもイカロスが人工の翼をつけて飛び立ちとか書いてるからね、だからすごいよね。それで言うと本当にワンピースの世界みたいなさ、こう古代の王国、まあイカロスなんて僕らからしたら何万年みたいな前の人でしょ、きっとね。そういう人が人工の翼をつけて空を飛んだっつうんだからね、すごいよね。僕らが今できないじゃないですか、人が一人飛ぶとかね、飛行機とかは別としてね。でもかつてはそれをやってたっていうね、もうギリシャ神話に乗っちゃってるっていうのがねすごいですよね。でまあ今回のこのタイトルがまあ本編にどう絡んできてるかっていうところはあるんだけども、まあ、ベガパンクマザーフレームをね作ったりとか、そういうところもね関係してきてるのかなっていうところはあります。でやっぱこのタイトルを聞いた時に誰しも思っただろうっていうのは、イカロスムッヒですよね。魚人島編に出てきたイカロスムッヒのことを思った、てかイカロスの翼っていう、実際あのよだれペペって吐く技もあったしねっていうところで思った人が多いかなと思いますけども、これもね僕 X かなんかで見て、ああそこが繋がるんかと思ったけど、まあ、繋がる、まあ、きっと繋がってるね、これに関してはね。きっと小田先生も仕掛けてるとは思うんですけど、今回の話の中でベガパンクがマザーフレームをね作ったことを一つの罪だっていう風に言ってまして、これが私は太陽に近づきすぎてしまったっていう風に言うんですよ。でこれがそのイカロスムヒの親友のダイダロスっていうね、ダイオウイカみたいなやつがいるんだけど、こいつがまあ太陽に近づきすぎてしまって焼かれたんだよね。焼かれたっていうか、こう紐なんかスルメ紐物みたいになっちゃったっていうのがあって、それでイカロスムヒはそれトラウマになっててみたいなね、熱とか見るとううみたいな感じになるんだよねっていうのがあったんだけど、イカロスムヒとイカロスの翼っていうところでね、まあかかってんのかなと思いつつも、まあそれもそうだし、ベガパンクの太陽に近づきすぎてしまったっていうフレーズでここをつなげるっていうね、イカロスムッヒとベガパンクをつなげてくるっていう、でイカロスの翼っていうね、いやーすごいですね。あともうなんで覚えてんのかなっていう感じがしますけどね。あということで、内容言ってみたいと思いますけども、まずはこう前回のベガパンクの海に沈むっていう発言を聞いた各地の様子が描かれますと。モックタウンとかもね、あざけって笑ってますけどもね。で、ウォーターセブンとかだと、まあ、この国じゃ信憑性はあるが、っていう風に言ってたりとかね、して、インペルダウンですね。ドフラミンゴが久々に出てきまして、ふふふ、最高だな、おい。もしインペルダウンに海水が流れ込んだらどうする、囚人の安全確保はお前らの仕事だよな、マゼランっていう風に今こう繋がりながら大声でうわーっと叫んでるわけですよ、いつものごとくね。で僕さ、いや、この次にめちゃめちゃまあちょっとなんやかんや面白かったのは、そのマゼランすぐそこにいるのよ。その牢屋の外にいるわけですよね。なんか前みたいになんか俺を殺しに誰かが来たんだろうみたいな、なんでお前は俺を守ったんだみたいなさ、一人でさ騒いでてさ、それってもうドフラミンゴ、まあ、他の主人はいるにせよ、ドフラミンゴがさマゼランはいないところで叫んでるから成立してたのに、マゼランすぐ近くにいるのにどうするみたいなさ言ってさ、で次はまあ普通に喋ってんのね。でマゼランが確かに先日の1メートルの海面上昇、あのマザーフレーム使われた時ですよね。で艦内はパニックになった、世界が沈むとなると何メートルだ、5メートルもありゃ大概の都市は全滅だ、ふふふ、みんなで引っ越すか高い場所へようっていう、まあ、これはやっぱ天竜人ならではの発言、元天竜人ならではの発言かなと思いますよね。その神の居住地みたいなね言われてたルナリア族
の、まあ、そのレッドラインの上ですよね。ここを今天竜人がまあ住んでるっていうところで、やっぱ元天竜人の発言っていうのに繋がってきてるなって感じがしますね。で、まあ、魚人島とかもね、心配はしている。まあ、魚人島はね、まあ、そんな別に、でもまあ、自分らが太陽の元へとか言ってるから、まあ、なかなかそれができなくなるっていうところもあるんですよね。で、エクエットでは、五老星たちが、まあ、焦ってる感じですよね。配信伝電虫を、いや、聞こえた生命反応をすべて壊せ、その他二の次だ。そして、まあ、メガパンクも、淡々と喋っていきますと。私にとって少し未来の話になるが、この映像を撮り終えた後日、私の作ったセンサーと計算が正しければ、全世界を襲う異例の地震が起きるはず。これマザーフレームのね、その海面上昇の話ですよね。で、ここで久々にですね、スムージーとかね、この辺も描かれますと。今回はいろんな人がすごい描かれてるんですね。一説にその、こんなにいろんな人が描かれてるのは畳に来てるなっていう風に言われてて、でもまさにそういうことだと思いますよね。で、それに伴い各地の海面は約1メートル上昇し、人が住めるようになる島も出るじゃろう。世界中のビーチの消失も避けられると予言していくわけですね。で、トンジットさんとかもね、描かれて、これ可愛いなって思ったのは、これよく見るとですけどね、まあ、この海面上昇でやっぱそのビーチとかも消えてるわけじゃないですか。ロングリングロングランドも、こう海面上昇でやっぱり海の部分が多分増えてるんだと思うんですよね。でトンジットさんは多分それをこう歩くためにというか、まあ、遊び面白がってというかで竹馬を乗ってるんだと思うんですよね。でもトンジットさんがさまた竹馬乗るんかいっていうねそれも面白い。まあ今回は長いやつじゃないですからね、普通の竹馬なんであれなんですけど、まあ、ただこう海を歩くための手段として竹馬を乗ってるっていう感じですよね。でもこれも、まあ、竹なんて折れちゃうかもしれないけど、でもある意味そのテキーラルフとかさみたいなそのウォーターセブンをさ上に浮かすぞとかもそうだけど、そういうのの一個にもなってたっていう風にも捉えればするよね。この長い竹馬で怖くて降りられなくなってましたっていうのも、もう世界が上昇して島が消えたとしても竹で生活できるよねっていうのも一個、まあ、生活はできないと思いますけど、まあでもロングリングロングランドだったらでもそう高い木の実とかがあるからね、まあ、シェリーとかがいるんでそんなことしないでしょうけど、でクザンとかも描かれますよ。しかしこれが外れていたならばこの先の話は聞き流して構わん。しかしそれがもし起きたなら私の話をよく聞いてほしい。その地震は自然災害とは言い切れぬ現象なのだっていうところで、タッタン星がもうベガパンク、それ以上喋るなーっていう風にもうすごい焦ってますよね。もうなんか、電波で会話してたの、今まで五老星。それすらもなく、もう死んでるやつに対しても声、映像に対しても声を荒げるっていうね。めちゃめちゃ焦ってます。結構攻撃もね、食らわしてるしね。リリスとかも戦ってるもんね。で、私は曲がりなりにも平和を望んだ。でも、サタン星は邪魔だって言って、ロビンとかをうんぬんかんぬんとかじゃなくて、もう一刻も早く止めなきゃっていうので、もう見過ごしていくわけですね。ロビンたちも良かったです。で、マザーフレームのところにサタン星はたどり着きますよと。で、しかしこれが一つ目の私の罪。永遠のエネルギーを夢見た。この世界を大きく未来へ進めたい一心で、私は太陽に近づきすぎてしまった。ここがね、その、さっきのダイダルスの話もありますけども、太陽に近づきすぎだと。サタン星もね、ラボ内の生命反応がそこにあるんですかね。なさそうですけどね、生命反応はね。でもその杖でね、壊していくわけですね。まあさすがにあの姿ではね、破壊、マザーフレームも破壊してしまう。傷つけてしまうということで、人間の姿に戻ってるわけですけどね。で、このマザーフレームがね、本当にその、なんか機械のね、中に太陽みたいな。太陽じゃない、炎が浮いてる感じ。まあこれもね、本来ありえないことですよね。こんな水中の中に炎みたいなね。っていうのもありえないことなんですけど、これがマザーフレームでこうエネルギー、かつての空白の100年時代のエネルギーを模したもの、多分メガパンク的にはたどり着いてないんだろうけど模したものになってると。ここがやっぱすごいかったのは、本当もうその他の人のね話とかですけども、エネルのスペース大作戦で描かれた月のね、月にあった壁画、ここにもマザーフレームなんじゃねえのっていう、まあ、今回のと似たものが描かれてたりとかね。あとなんかね、どっかにもね、描かれてたみたいなのあったんだけど、ちょっと忘れちゃいましたけどね。いや、すごいですね。だからほんと、かつての、こう、エネルギーっていうのをね、ベガパンクが再現してるっていうことになるんですよね。で、順を追って説明しよう。この世界に何が起きようとしているのか。で、それこそ古代巨人族も今、古代巨人族って、まあ、巨大ロボか。もう動いてますよ、火の中をね。で、ドリブロも、こう、すごいですね、これね。ドリブロの、だって半身がさ、浸かるぐらいのさ、火ってことでしょ。やばいね。これはまあ、トップマンがね、出してるっていう、ホーキーが出してるということになりますね。あちち、丸焦げになるぞ、急げっていうふうにね、言ってますけど、こんなの普通の人だったらもう完全飲まれてるからね、この日ね。今より約900年前から800年前にかけての100年間の話じゃ。実はそこにぽっかりと白紙になった歴史がある。これを空白の100年と呼び、その記録は全て書き消されている。その途切れた歴史を知る術は、というふうに言うと、まあ、天竜人はめっちゃ怒ってます。でもシャルリアグーとかがこう空白の100年何余すそれはっていう風に言ってるんですよね。まあ一説にはその下界からこう連れてこられた奥さんということで連れてこられた人だからっていうような説もあるんだけど、まあシャルリアグー、まあでもまだね、マリーなんとかネットみたいなこともあるから、もともとこう横暴な人っていうパターンもあるから、天竜人に染まっちゃってるって感じもあるのかもしれないけど、でもなんかここでちょっと希望じゃないけど、このベガパンクの話なり
り何かしらこう世界の真実が分かった時に天竜人が一概に敵になるとは限らないんだなっていうところがありますよね。それこそミョスガルド星とかもあのこっちに良くしてくれたりとかもねしてたじゃん、乙姫さんのあれはあってね。事と次第によっては天竜人の中でもこっちサイドについてくれるような今となっては何も知らない人たちっていうのはねいるのかな。でも逆に言うとこの結構な大多数はおー何話させてんだって言ってるから意外に知ってるのかなっていうところですよね。知ってる人は多いのかな。で世界中にひっそりと点在するポーネグリフと呼ばれる過去からの手紙を読み解くしかないのだっていうところで、サウロもこの放送を聞きながら空を見上げて笑ってますと、テレシシシってね。サウロがまともに描かれましたね今回ね。でイーストブルーオレンジの街ではブードルさんとか、まあ、シュシュとかが描かれますよ。でマーガレットとかもね描かれましたけど、しかしポーネグリフの解釈は世界政府により固く禁じられておるのじゃが、私は政府の人間でありながらそこへ踏み込んでしまった、これが2つ目の罪。ある優秀な考古学者たちの執念によって受け継がれた文献といくつかのポーネグリフを私は解読し、可能な限りの研究を進めてきた、後悔などありはしない。これロビンも聞こえてるんですかねこの話ね。これ聞いてたら結構ロビン的にはね知っちゃうって感じですよね。歴史とは物語であるっていうところで、あの雲がなんかこう伸びていくわけですよね。でこう波たちがいるところですよね、ロビンとかね。でこれがまあその海に落ちるために最後エジソンがねこう飛び出していったじゃないですか、 前回か前々回か。それがまあ今回作動して雲を伸ばしてくれた。でエジソンも実際に必ず逃げろ麦わらの一味、世界政府なんぞに捕まんなっていうふうにね言ってくれてますと。ちょっとここだけでも熱いもんね、なんかこうクライマックスに向かってる感がしますよね。でまあ最後ですよね、ベガパンク。ちょっとここはねまあどっちかというとこう語りがメインになってて、まあそのドリブローとねルフィがホーキに一発食らわしたりとかそういうのもあるんだけど、ここはもう完全にちょっと語り、ベガパンクのここが問題作なわけですよ。もうここが今回の根幹になるわけでね。つまり私が知るのは不完全な100年間の物語、それを私の想像で補って話すわけにはいかんが、判明した真実のみをここに言い残す。判明したことですよ。だからこれはね補ってないってことです。つまりねベガパンクは完全に判明したことだけを残してくれてる。この物語の主人公は900年前にあるまじき高度な文明を持つ王国に生まれ、まるでエルガフに伝わる太陽の神ニカのように伸縮する体で戦ったという男。彼の名はジョイボーイ。ここだけでももう鳥肌でしょ、うわーっとね来るわけですよね。今まで結構ニカっていうのがねかなり描かれてきていたじゃないですか。でジョイボーイ、ジョイボーイと、まあジョイボーイの方がねもっと早く出てたから、その名前自体は。ただジョイボーイって絶妙に何にも言われてないんだよね。まあそれこそニカが分かるようなところとか、おでんの過去回想とかちょっとなんか出てきてるけども、まあ実際あんまりよく分かってないっていうところが、どっちかというとニカの方が分かってるっていうのがあるんだけど、姿とかもねルフィの姿ですからね。まあ完全にルフィと同じくゴムゴムの実、まあその人の実のニカですよね、これを食べて戦ったっていうことになるわけですね、ジョイボーイ。まあこんなことはねまあ最初から分かってましたけど、まあ改めてここが確定づけられたということですね。でそして次ですよね、こう最後、今回の最後になるんですけど、メガパンクは天を仰ぎながら言うわけですよ。この海で初めて海賊と呼ばれた男じゃんっていうね。いやーやばい、ついにジョイボーイが出てくるんだよ、明らかになってくってことだよねこれね。つまりはね、今までニカっていうのはちょっと出てきて、先にね先行してニカが結構取り上げられてきたわけなんだけど、バッカニア族とかもねそれこそ太陽の神ニカのようにとかねやってたわけなんだけど、ニカっていうのがどんどん明るみに出てきてる中で、ジョイボーイっていうのが今度描かれてくるわけだよ。ジョイボーイが800年前、その900年100年の間に何をしたのか、ここが出てくんじゃねえの。うん、まあでもこれがさ、だから海面上昇につながる話になってくるわけだからね。つまりはね、だまだまだ続くよこの話はね。10分のインターバルを取ろうでもう我慢できてなかったじゃない僕らもね、もう早く話してくれ早く話してくれって、今回も話されないのかと思うんだけど、話されて衝撃衝撃なんだけど、でもこっからもう10分のインターバルなんて短く感じるぐらい多分ジョイボーイについて語られるからね。そしてワンピースの世界の歴史ももしかしたら語られるかもしれない、海面上昇につながるこの話がベガパンクの口から判明した事実として話されるわけですよ。憶測じゃないから。その悪魔の実の伝達の時って僕ら興奮してしましたよね、その自然の海母に嫌われるんだっていうね。あそこは憶測なんですよ確かね。確かベガパンクのあくまで想像っていうのがあった、僕もちょっと動画の中に何回か言ってますけどね。今回はもう判明した事実だから、ここにさジョイボーイだけじゃないでしょ、誰か絡んでくるでしょ絶対。人魚姫、当時の人魚姫とかさ絡んでくるわけじゃん、例えばアラバスタの人とかさ、ミンクとかさ、まあ、ワノ国にも関わってくるでしょ。こういうところだよね、だからそれこそ箱舟ノアっていうものだよね、それも明かされるんだよね。あ、わかんないな、明かされるかもしれないっていうところなんだけど、やばいね。しかもこのジョイボーイがこの海で初めて海賊と呼ばれた男らしいんですよ。これでね X 見てて思いましたけども、絶対ジョイボーイ眼帯
あの小田先生がずっと言ってる作中のこう最後の方に一人だけ眼帯の海賊出ますよ。海賊といえば眼帯なんだけど、誰も眼帯してないんですよ、言ってしまえばね。っていうところで、ちょっと描かれないんですかみたいに言われた時に、あるあるすぎてというか、眼帯があるあるすぎて小田先生も描かないんだよね。で、それが海賊のシンボル、ある意味ね、まあ、それこそジャンプのモチーフとかもそうだよね。海賊のシンボルであるならば、ある男人物がそこに行き着くまでのプロセスを描こうと思いますっていうようなことを言ってたんですよね。でこれルフィなのかなとか、まあ、ルフィもなるかもしれないけどね、わかんないけど、ジョイボーイなんだよきっとね。原初の海賊が、進撃の巨人とかもね、原初の巨人がとかねありますし、まあ、このやっぱ原初のっていうのがね、最初初代っていうのが、いやーワクワクさせられますな。こことね、政府がどう戦ったのか。で、それこそ海賊と呼ばれたっていうことは、賊って言われてるわけなんですよ。まあ、その当時の世界政府的なね、この、ある意味正義であるような方に逆らってったやつってことになるんですよね。で、この高度な文明を持つ王国に生まれっていうのも巨大な王国ですよね。きっとね、ある一つの巨大な王国ってクローバー博士が言ってた、そこにたどり着くでしょうしね。で、あとね、X で面白かったのは、そのジョイボーイっていうのが、まあ最初に海賊と呼ばれた男ってね、今ありましたけど、そのジョイボーイが辿った航路だから偉大なる航路って言われてグランドラインなんじゃねえのとかね。いや、そういうのもね、めちゃめちゃ熱いっすね。やっぱね、X、まあ僕がいっぱい回ってくるだけかもしれないけど、いろんな人がいろんなことを言ってて、本当にためになるしね、僕じゃ気づかないことっていうのもたくさんありますし、まあ、僕にしか気づかないことっていうのもね、たまにはあるだろうけども、その麦わら帽子、そのイムさんが保管してる麦わら帽子とかも、これあんまりなんか実際かかってくるか分かんないんだけど、太陽に近づきすぎたっていうのが今回結構一個ありましたよね。っていうところでの、まあ、リトルオーズジュニアがね、太陽、おめえは太陽に近いからって言ってエースにさ、こう傘を和の国で編んでもらって、これいいな、涼しいみたいなことを言ってたわけですよね。雪が多い間に積もらない言ってて、麦わら帽子とかも実際そういうものじゃないですか。夏に着る太陽の熱いのをこう守るものになりますよね。この保管された巨大な麦わら帽子とかもね、この関わってくるんじゃないかっていうところでね、ついに来ましたよ。だからいろんなところにさ、点在してたピースがさ、もう前回もそうですよ。この海海面上昇一つとっても、このあそこもこれもそうなんじゃないか、あれもこれもそうなんじゃないか、これもそうじゃないかってなるわけだよね。このいろんなところに散りばめられたこのピースたちがですよ、一つに今なってくるんだよ。いやー、やばいね。はい、ということでね、ワンピース次回が9歳と、多いと。あ、まあ、多いっていうのは別にね、小田先生に言ってるとかじゃないんですけど、9歳ということでね、ワンピースも、ジャンプはね、来週はあるんですよ。だから、前みたいにね、合併号とかじゃないんで、毎週あるんですけども、ワンピースは9歳ということで、2週間また、足止めを食らうというか、僕らは悶々とした気持ちで過ごさなきゃいけません。ただ、絶対開けた先に、またシートベルトを締めなきゃいけないような、大きな展開が待ってると思いますんでね、楽しみにしていきましょう。ということで、今回はね、ワンピース1114話語っていったわけなんですけども、皆さんいかがだったでしょうか？ぜひ皆さんの感想、コメントをね、聞かせてください。ということで、この動画いいと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ぜひね、他の動画も見ていってください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。